はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。ちょっとうるさいですけどね、あのお湯を沸かしております、はい、これは中西の朝食カップ麺2個、年末年始食べられなかったカップ麺、鶏から犬うどるエースコック、鶏から犬へ干支も気分も年始にチェンジ、辛口鶏白湯味と、これなんだ、チャルメラウォーリーを探せペッパーシーフード味、はい、この2つをね食べたいと思います、はい、鶏唐揚げ入り、うるさいですね、すいませんね、スパイス付き辛いスープ、はい、火薬後入れ粉末スープでスパイス、麺細い感じですね、ね、うん、ウォーリーを探せペッパーシーフード、ウォーリーとチャルメラおじさんを探してね、他にもあるよ、詳しくは二浦を見て、あ、湧いてきた、湧いてきた、4アイテム、あ、もういるわ、あのナルトがね、チャルメラおじさんと、あ、チャルメラおじさんいっぱいいる、ね、猫、黒猫、まあまあまあこっちで探すんじゃない、ないですよね、多分ね、こんなの無理ですよ、はい、こっち4分、こっち3分。もう入れよっか。ね。年明けて初めてのカップ麺。4分。何しよう ?4 分。あ、これ布団ね。布団。布団って、布団ですよね。何売ってるかというと、多言語、日本語以外にしても、布団は布団なんですよ。英語でも布団、布団。忍者とかそれと同じような、布団は布団らしいですよ。うん。これパッケージの中で探すの？どうなんだろう。あ、もういけそうだ。お見せするのがちょっとあれですが。ね。これナルト黒猫もいますしね。でも、鈴猫と夜間がない。ウォーリーもいないですね。まあまあちょっと食べてまいりましょうか。美味しい。ペッパー、ペッパーあんまり効いてない、あのカップヌードルのシーフードみたいな、お、ちょっとあっさりさせたような感じですね。美味しい。いや、もうぼちぼち鶏からインヌードル辛いのか、混ぜて、あ、赤いの、スパイスこれ赤いよ、猫がうるさい、こういう感じで唐揚げがね、ここにねありますね、スパイスをこう混ぜますと、じゃあいただきます。あ、とろみもありますね、ちょっと危ないね倒しそうだ、麺は中くらいか、中細、うん、辛いけどそんなに辛くない、唐辛子とね、ニンニクの感じもあるのかな、唐揚げ、うんうん、唐揚げだ、ちょっと辛い唐揚げだ、唐揚げくんレッドみたいなね、これ結構とろみがありまして、とろみがありましてね、麺に結構絡みますね、思ってた以上にガツンとくる味、とんがらしと結構濃厚でね、美味しい。
麺によく絡むわ。あ、唐辛子結構その辛さじゃなくてそのね、香りというか味というかいいですね。割と鮮烈に効いてますね。まあ、こっちはホッとする味。これはあのカップヌードルみたいな麺、平たいね麺ですね。なんかこの味に近いものなんかあるぞ。なんだろう。なんだろう、思い出せない。中華料理なんだ、アジア料理なんだ。ちょっとカレーっぽさもあるんです。まあ、唐辛子とオニオンパウダーっていうのが入ってるんでね、チキンカレーというか、あのタイのチキンカレーみたいなね、雰囲気もちょっとだけね、ちょっとだけ。あ、僕寄ってたね。そういう雰囲気もちょっとだけ見せますね。うん、香味野菜が効いて、香辛料が効いて、こっちカロリーすごい低いんですよね。265キロカロリー。こっち300キロカロリー。あ、ナルトのこと気にしてなかった。このパッケージの中に探せっていうことなんですか？どうなんだろう。ウォーリーとチャルメラおじさんの他に、プラス4アイテムを探せ。鈴猫、夜間、おじさんの帽子、黒猫。ナルトね、黒猫とおじさんはいるんですけど、ここで探すの？いるのか？黒猫いた。黒猫いた。あ、うん、カレーっぽいわ。タイカレーみたいな。あ、写真、まあ、ビデオだっつってんの。ここにねって、僕 iPad 指さっちゃった。ここにだから黒猫いるでしょ。ね。で、なんだ。ウォーリーとかいるのか。あ、これ見やすくていいな。あ、これで探しやすいわ。僕ね、老眼の入り口なんでね。あ、ちょっとピンボケ。ダメだ。ちょっと違うカメラで行こう。このスーパーマクロ。黒猫でしょ。他、もう半分諦めてますけどね。探す気あんまりないんですけど。すいませんね。あ、ウォーリーいた。ウォーリー船の中にいた。ほらね、真ん中に見えるでしょ。あとはおじさんと夜間と鈴猫。難しいわ。あ、おじさんいた。これおじさんでしょ。これおじさんだ。ほらおじさんだ。おじさんいた。あと夜間と鈴猫だ。いるもんですね。あ、夜間あった、夜間、ほら。夜間あったよ。あと鈴猫だ。鈴猫どこだ。鈴猫なんてもう、ちょっと一旦切って。猫がうるさい。やっぱカメラの方が探しやすいかな。もう鈴猫はいいか。鈴猫は黒いから黒いんですよね。黒くないのかな。どうなんだろう。あんま、あ、いた。俺すごく分かりやすいところにいた。はい、スズネコにゃーん。見つけましたよ。もうこれでね、全部ね。スズネコでしょ。で、黒猫。で、ウォーリーがこの辺にいたな。ウォーリー。ね。で、夜間。で、おじさんここにいる。ね。ね。これで全部ですね。おじさんの帽子か。おじさんの帽子って。おじさんの帽子むずいな。おじさんの帽子。ね。おじさんの帽子。たまにね、エクスクラメーションマークがね、こう出てるんです。人の上にね。これ気になるけど、全然関係ないですよね。盛りの時期なのか、猫がうるさい。そしてヘリも。うるさい。猫がうるさいですね。ちょっとね、
諦めますで見つけたら写真撮っときますね、はい、すみませんおじさんの帽子、うん、まあちことですみませんね、中途半端で終わります。あ、ちゃんと探そうは探すんだよね、あとで。まあちことで、まじゃまじゃじゃまじゃ、すみません。